ジョールイスへの挑戦が決まり公用する、ガレント。1938年11月9日、ワシントン DC にて、トニー・ガレントは、アメリカ合衆国出身の元ヘビー級、プロボクサー、元プロレスラー、ニュージャージー州オレンジの生まれ、リング内外での型破りの言動と、ジョールイスの7度目の世界王座防衛戦の相手として、記憶されている。 貧しいイタリア系移民の子として生まれ、喧嘩の延長線上でボクシングを始める。身長175センチ、体重90キロのお世辞にもスマートと言えない体型からツートントニーと呼ばれた。パンチにパワーはあったが、それ以上にバッティングやエルボーなど反則混じりのラフファイトが得意。1939年6月、無敵のジョールイスが保持する。 世界ヘビー級タイトルに挑み、3回に右スイングで、ルイスをダウンさせ、ファンの度肝を抜いたが、結果は起き上がった。ルイスの反撃により4回 TKO 負けであった。また、ガレントは、ショーとして、カンガルーやクマ、果てテは、大田ことまで戦っている。大酒を飲んで、リングに上がり、なぜか勝ってしまう。そんな古き良き時代の拳号であった。引退後は映画に出演したり、 プロレスのリングにも上がった。114戦82勝26敗6引き分け。ありがとうございます。